こんばんは、平井弘明です。今回はですね、ジュニアゴルファーに向けての動画を撮っていきたいと思います。で、いろいろとあの僕自身もあのジュニアからやっていて、経験というか経験談をお話しさせていただいたり、あとはジュニアを教えてるお父さんお母さんがもしこのチャンネルを見ていただけてたら参考にしていただければと思っております。平井弘明のワンダップゴルフ。 どれから言っていいのかっていろいろまああると思うんですけども、まずジュニアゴルファーっていうのは、自分一人でゴルフがまずできません。それは、例えば送り迎えだったり、まあ金銭面、お金の面だったり、あとはエントリーだったり、そういうことって、小学生、中学生ぐらいだと自分からやるジュニアって少ないと思うんですよね。皆さん多分親御さんがやってくれたりとかすると思うんですけども、 そういうエントリーとか、試合に対する準備っていうのを一緒にやってあげた方がいいですね。お子様と。ジュニア自身も自分のために何かをお父さんお母さんがやってくれてるんであれば、それに対して何やってるのとか、見に行ったりとかですね。興味を持つっていうことはすごい大切なんで、試合に出るだけじゃないんですよ。大事なことって。なんで、そういう試合以外で大切なことってたくさんあるんで、まずそれを何をやってるかとか、あとはどういうふうに試合に 出るために準備をしなきゃいけないかっていうのを勉強するのも大切なことですね。スイングに関してもそうなんですけども、まずは基本をとにかくやった方がいいと思います。で、その理由として枝分かれがこう理論をやってしまうとできないんですよ。一つの道にしか進めない可能性がすごく高くなります。基本だけやってればどの道にも行けます。 なのでその基本の動作っていうのをしっかり身につけることっていうのはすごく大事。あと、ショット一つに関しては、自分がやりたいショット。とにかく自分がこういう球を打ちたいっていうのを遊びながら、とにかくたくさんやることっていうのが大切です。僕がね、後悔はしてないですけど、やっとけばよかったなって、ちょっと思うことをいくつか、あの、お伝えさせてもらいますけども、僕はマレットパターを 使っちゃダメって言われたんですよ、ずっと。チタンを使っちゃダメって言われたんですよ。あとね、パターのグリップは補足しちゃダメって言われたんですよそう。そういうことを最初からやりたかったなと思ってます。なんで、それはもちろん自分の父がゴルフをやっていて、それは自分の父の経験談をまるまる僕にぶつけてたので、まあそれはそれで良かった部分ももちろんあるんですよ。あるんですけど、可能性としてダメなら、 確定的なダメを作りたかったっていう感じなんですよね。もうやる前からダメだとやらないまま終わるんでどういった結果が出るかが知らずにそのまま過ぎちゃうんですよ。なんでダメなのを分かっててわざとやってみるのもすごく面白いことなのでそれも一つの手としてやっていただきたいと思います。で、初めて高校2年の時にマレットパターを自分のお小遣いで買ったんですよ。それこそホワイトホット5番の マレット型。出たばっかの時買って、それで、初めて60代が出たんですよ。使っていきなり。69、ナスノワハラ。全国大会団体戦です。それでね、マレットパターってこんな優しいんだと思った。簡単に入るの簡単に入る。なんで今まで使わなかったそう。それはね、父ちゃんが嫌いだったんだね、マレット。<laughs> あんな違うんだって思って。だからマレット型パターは、確率が高いんだなと思って、やっぱり。入る確率。細い、 グリップ、うん、もうやっぱりねお前は手がでかいんだから太いグリップじゃなきゃダメだって言って細いグリップ一回も使わなかったの、うん、細いグリップ感覚が出る出る <laughs> <laughs> もうねそれとマッチングしてねいきなり69ですよ使って、えー、あれだけどさ、うん、最近使ってんのってかピン型じゃないピン型あいやマレも使ってんだろうけどん、うん、でもほとんどピン型だねそうだよね戻ってくんだ、うん、戻ってきたねうちのお父ちゃんロブショット嫌いなのね そうだから玉あげると怒られたでもあげなきゃいけない時ももちろんあるじゃないそう,、ね、そうアメリカ行ってジェフに「お前は何て低い球打ってんだ?」って言われて「えあげていいの?」って。<laughs> で上げ始めてしたらやっぱり自分のフィーリングだから決まるんだよねあげたかったからやり方も上げ方も知ってたわけよ打ち方もだけど親の前ではできなかったっていう。<laughs> うん だけど、それがね、やっぱりジェフにね、あげる球も必要だから、あげろって言われて、あ、うん、げていいんだと思って、そっからなんかこう、ストッパーが外れた感じで、いろいろやっていいんだっていうのがあったの。うん、で、やっぱりね、ジュニアってね、自分で考えてやることって少ないから、言われたことしかやらないんだよね。やらなかったから、これやったら怒られるんじゃないかとか、そういうのも考えとしてあったから、いろいろこう、やらせてあげることっていうのが大事だなと思うね。 やっぱりじゃあ、合う合わないだから、うん、何がいいとか悪いとか決めつけるんじゃなくて、うん、やらせたほうがいいんだ。やらせたほうがいい。本人がやりたいように。あ、何でもやらせたほうがいい。ゴルフに関してはで。それがワンナップで悪いよって言ってることでも、うん、やらせてみたほうがいい。やらせてみたほうが,がいい。何でも、ダメなものを作んないほうがいい。やっぱり日本の宝じゃない。うん、日本の宝でこれからの未来のゴルファーだから、どこで芽が出るかわかんないし、どんなショットが素晴らしいのかまだわからない状態でゴルフをしてるわけだから、うん もう必ず全ショットやらした方がいいしどんな動きでもでそうなったらダメだよっていうのはあまり最初には言わなくて、うん、あまりにもそのショットがいいショットが出なくて辛そうだった時にそれをやめてみたらっていう判断でいいと思うね言ってもジュニアゴルファーってほとんどの子が感覚的に動いてるだけなのよ、うん、頭で考えるまだ知識が入ってきてないからそれでいいの本当に自分が動きやすい 強く叩きやすい、打ちやすい打ち方をやってもらって、動いてもらった方が絶対いいから。クラブはやっぱり提供されてない選手っていうのは、もちろん自分で買ったりするじゃないそうすると、やっぱりお金がかかるので、とことんシださして、自分が気に入ったものを選ばせてあげた方がいい。一回は。で、その一回で失敗したんだったらそれが勉強になるから、 こういうクラブは例えば合わないとか、こういうロフトのクラブだと球が上がらないって、そこで一緒に考えてあげることが大事。そう、そこでね、うちの親は、ほらダメって言ったろうで終わってたのね。だから次俺がどうしていいかがわかんなかったの。うん、それは一緒に考えてあげた方がいい。誰々は、これを買って、使って球が上がんなかったよねって。 だからどうしたらいいと思うロフト上げた方がいいんじゃないかとか作戦乖離をしてあげた方がいい。例えばそれシャフトもそうリシャフトになるとシャフト1本3万4万って平気でしちゃうからなかなかね特化引っ換えできないんだけどそこでシダすることが大事になってくるしまあ本当今だったらねその機会が多いからオーレジュニアの時なんてシダなんかいいクラブはなかったからね。 えーうん、中の毛ぐらいのクラブしかシダクラブなくてだから本数も少ないしね今はだってめちゃくちゃあるからシダクラブだからそういうのも今はね、うん、いいなと思うけど当時はどうやってクラブ選んでたの <laughs> その初めに自分で選んだのがダメでお前が選んだのはダメだよって言われて、うん、そっからは父ちゃんが選んでたそうこれ使えあれ使え父ちゃんがよかったから、うん これはお前も合うだろうって言って使ってた <laughs> いつもワンナップで言うダメなやつだよねだから相当長い間勉強してた <laughs> 勉強とした勉強としたそう,そうだからみんなその時はジーズとか2308とか230チタンってやつとかいろいろ使ってたんでね、うん、だけど俺はメタル使ってたシャフトなんかもあんまり軽いやつはダメだって言って重いシャフトにヘッドバランス D5 お前は振り遅れるから D5 にしろって言われてた。まあ父ちゃんの考えはヘッド重いとヘッドが落ちてくるっていう考えなんだよ。でもそもそも腕力がないから D5 だったら余計振り遅れるんだよね。今思うとそれが良かったのか悪かったのか分かんないけど重かったなってずっと思ってた。<laughs> D5 ってやばいなと思って。でショップの人がね鉛いっぱい貼ってくれってうちの父ちゃんが言って「え D3D4 超えちゃいます ?D5 になりますよ」って いや数字なんか分かんねえから損害でい,いやっつって <laughs> もうねなどんぐらいこんぐらいの鉛とかそれにべったり貼って D5 だったの覚えてるほんと中学小学中学校なんて大人のクラブを使ってた長さのクラブを師匠の日下部プロのクラブをそのままお下がりあ X 使ってたのよ <laughs> で X 使って身長がまだだって全然小学校だからちっちゃいでめっちゃくちゃフラットになるでしょ <laughs> だから、そりゃ手打ちが育つよね。体 <laughs> 皮が使ったらダフるんだからさ、長いクラブ。<laughs> そう、そりゃ手打ち育つよね。そう打つしかないんだ。うん。でもそれをお全部ひっくるめて俺を良かったと思ってる。やっぱそんだけうまく手打ちができるようになったのはそのおかげだと思ってる。あれは、うん、良かったなと思って。<laughs> じゃあ中学の時そんな合ってないクラブ使ってたのそうい。今思えばね。え、でもそれでテレビ行ったじゃん。 あ出た。あれだってあの時なんて DP601 の S200 っていうもう多分見てる人で分かる方がいたら嘘だろって言ってるぐらい中1だよね確かね<う>テレビ、うん、1> 中1の時にもうほんともやしよ、うん、もやしの体で DP601 の S200 だからもうやばいからやばい,やばい全然そんな飛ばないとか重いとか関係ないからそれを使わなきゃいけなかったから使ってただけでだから その、その評価が知らない。重いのかは軽いのかとか、そういうもんだと思ってるから。えでもそれでもさ、テレビではさ、うん、映るところぐらいまで行ってるわけじゃん。そう、いい球打ってたね。打ってたよね。<の>えー、信じ、今でもその重さのクラブは使ってないからね。信じられないでしょ。小学生だよ。だドライバーなんて、チーム台話の、うん、 9度の S シャフトだ,よ、ね、ありないだから本当手打ちし手打ちができてたから良かったなと思って高校入ってみたらさみんなカーボンとかさ軽いの使ってんのよ S200、うん、とかって全然いなかったしもうその時ブリヂストン天下だったからそうみんなブリヂストン使っててここ入るまでにある程度結果を出してたから、うんうん 高校もさ、うん、強いいとこにけけたわけじゃない、うん、そのクラブでさ、うん、結果出してたっつうんだからさ <laughs> 確かにね呼ばれるぐらいねで高校1年の時にダンロップがモニターになっていただいて、うん、あこういう時なんだそうでニューブリードっていうクラブをもらったんだよね、うん、でそれがさめっちゃ軽くて飛ぶわけよ <laughs> なんだこのクラブと思って、俺衝撃、だからその時初めてチタンを使ったなんだこれと思って、この金っていう音は何つって、こんな飛ぶのって言って。あ、そっからはじゃあ自分が好きなのをやって選べるようになったんだそ。そう。そう。アイアンも触れるし、うん、その時ライフルの5.5っていうのを使ってたんだよね。うん、シャフトが、うん、アイアンの。うん、ドライバーがツアーブラックっていうシャフト使ってて、うん、こんないいんだと思って、うん そうだからそれが高校入ってからだから、まあ、そっからボールとかももらうようになってニューブリードのボールとか使ってたもんね最初ロイヤルマックスフライっていうのを使っててそれ糸巻きバラタなんだけどそれをずっともらっててそっからツーピースボールかなかなんかが出てでニューブリードっていうボールもらってやってたんだけど、まあ、それも飛ぶしもう全然結果が違うんだよね。<laughs> そうだから今はそ,のそんなに急激な変化っていうのは時代的にないだろうからスペックとか道具のねギアの今いろんなものがあるんだけどでもその中であのやっぱり自分が使ってみたいなっていうものをやっぱ率先して使わせてあげることっていうのはすごく幅が広がるんじゃないかなと思って、う。ん 先にこれは良くないっていうのは決めない方がいいよね。うん、あとはね、持つ番手、うん、なんかでもそうなんだけど、例えば俺がよくダメって言われたのは、グリーン周りでサンドウィッチ持つのはダメって言われたの。え今サンドウィッチしか使わないんだけど。そうだよね。そう。逆にピッチング持たない。そう、持たない。そうそうそう,そう。うん、グリーン周りのなんちゃないアプローチでサンドウィッチ使ったら、お前何持ってんだって言われて、<laughs> 言われて、それで <laughs>、<laughs> ななんんで逆ピッチング終わってよかいって言われて <laughs>、はい、ピッチングで打って、うん、で大オーバーしたのそうだよねそうしたら、うん、サンドウッチなんか持って潰してるからお前ピッチング持った時のオーバーするんだって言われて、うん、そうそれで怒られながら毎週日曜日ゴルフ行ってたなと思ってなな、うんでの偉いそうだねあ悔しかったんだろうねで勉強できなかったし <laughs> あ俺はもうこれしかないと思って やった。んでしょや,んやった。そん時父ちゃんもう店忙しくて、うん、だいたい10時、11時ぐらいに帰ってきて、昼は今日素振りしたのかってお母さんに聞いてて、したわよっ,つって言って、なんかやったんだみたいな、いつもそんな感じ、<laughs> 毎日。結構壮絶な感じ、ね<そう> <laughs> <laughs> うん。サボった日なんかは、やってたと思うよみたいな、うん、言ったら、やってたと思うよっていう時はだいい、だいたいやってないんだって言って、なんでやらせないんだみたいな。 それがこう会話で聞こえてくるともう俺やだと思ってさすがにそういう時はもうやめたいと思ったけどそうでもね何か一つプロになるまでとかやり遂げるのは大事なことだなと思って、うん、お父さんプロにしたかったしたかったと思うよなんかねそのテレビ出た時のインタビューとか、うん、高校の面接とかそういうのではプロになんなくたっていいんですよみたいな、うん、言,った言ってたけど本心は違うと思う。で隠しっていう感じうん、うん そのゴルフで学ぶものが学べればいいんですみたいな言ってたけど、だってあの三者面談とかもね、率先していくタイプだから、うちの父ちゃんは。先生、いいんです。殺さなければ何やってもいいですからって言ってた。高校の時とか。先生に、もう先生、ああってなっちゃって。いいですよ、先生つって言ってた。うん、言ってた。だからもう、そう、ジュニアゴルファーね、ジュニアゴルファーは、 本当に最近のジュニアは恵まれてることが多いしそれはプレー料金だったり練習場だったりレッスンだったりそういうものが一時期よりやっぱちょっと安くなってるからまあ今ね家の近くに練習場があれば別だけどやっぱり車じゃないといけない時とかそもそもゴルフをやらせてくれる環境っていうのは自分の親だったり練習場の方だったり。 周りの人の協力があってのことなんで絶対にその挨拶だったり感謝っていうのは絶対に毎日持つべきだよねゴルフができる幸せっていうのが絶対だった方がいけ、ね、ということでですね今回はですねジュニアゴルファーについてちょこっとだけお話をさせていただきました気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします最後までご視聴ありがとうございました こののワンンンンップゴルフのオンラインサロンを始めましたセクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますのでぜひ興味ある方は入会していただいてもですね「知ってるあれ」っていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますのでぜひご入会よろしくお願いいたします。